天皇、皇后両陛下は16日、東京都千代田区で開かれた日本国際賞、国際科学技術財団主催、授賞式に出席された。科学技術の進歩に大きく貢献した世界の科学技術者に贈られる賞で、今年は気象予測の理論モデルや解析手法の発展に貢献したイギリス・レディング大のブライアン・ホスキンス教授78ら3人が選ばれた。天皇陛下は、皆さんが、 地球温暖化に起因する異常気象の予測や人類の健康増進に大きく貢献されてきたことに深く敬意を表します」と述べられた。